はい。で、これはスプリント練習です。で、奇数がドリルで、で偶数がこの 30m ダッシュよね。ちょうどこの辺の浮き上がってくるところまでのダッシュで今日は組み立ててます。奇数はドリルか、フォームですよね。フォームで、まあ、ゆっくり、まあ、心拍数とか疲労を抜いて、で次あのダッシュでね、偶数ダッシュで 30m ダッシュ、まあ、このターン局面も鍛えていくというね、そういう目的でちょっとやってます。はい。まあ、あの 50m のレースに関してはこうやってマックススピードで突っ込んでターンして浮き上がってくるという、こういう練習がないとあのターン失敗する可能性も出てくるんで、日頃やっぱりゆっくりしたね速度でのターンしかちょっと慣れてへんかったら、いざ本番ちょっと失敗する可能性もあるんで、その辺ね、ちょっとそういったこともないようにね、ちょっと今こういう練習ねやってます。これ、今2本目かな。でこれを、50メートルを8本2分サークルで行ってますね。だから1本ドリルで2分使って、ほんで次ダッシュで2分ね。だからあの4分に1本ダッシュが回ってくるというのはね、そういった感じでちょっとやってます。OK、次ドリルかホームな、ドリルかホームだよね。次のダッシュに行かせれるようにしなあかんで、ね、しっかりね。はい。どうした？大丈夫？首痛い。ああ、ともう何でも適度に休んどきな。あんま無理せんでいいから。はい。無理せんときやな。首痛いの、あのともちゃんにさすってもらえほな。はい、ドリルです。はい、ドリルかフォームですね。はい。まあフォームで泳ぐときもどの辺ね注意点するか、例えば手をグイッとねしっかり伸ばすとか、水の中をしっかりかくとか、キックを小さく速く打つとか、まあ、その辺ね、まあ、ちょっと次のダッシュの時に活かせれるようにやっていけばすごい意味のあるものになってくるんで。はい。今日は、まあ、この辺ドリルかフォームっていうのはもう任してるんで、まあ、大体の子みんなフォームやな。今はい、大橋君もねブレね、まあ、フォームやね、しっかり1回1回伸びてる、2回キックして1回定格、ドリルかなとか普通の平泳ぎのグライドの平泳ぎでした。はいはい、 OK。 はい、30秒前ダッシュやで。竹崎お前無理せんときや、首な、変な後で痛なったらあかんから。よーい、はいはい。はい、ちょっと正面っぽく撮りましょうか。はい、まあ、動画撮るときもこうやってちょっと角度変えてあげたらね、また気づくポイントっていうのが変わってくるんで。はい、はい、ターンだいぶマシだったね、ハーちゃんもね。
はい、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 OK、 まあこういった感じでやってます。